少しだけど憲法9条を変えろという人がいますね。ね。憲法を変えないと日本がなくなるような、そういう状態なんですかいわゆる平和ボケサイクルと思われてるんですけど、そうではなくて、日本の能力をもっとすれば、専守防衛に徹すれば、日本は絶対に手を出されない国になれるんですね。経済的にも、技術的にも。 人間的にもよくあの日本の自衛隊がアメリカに演習に行くじゃないですか、はい、で,で終わった後記念に模擬演習やって必ず勝つんですね世界最強の米軍に絶対勝てる日本の自衛隊がアメリカの二軍として中東で傷ついたりすると人的にも政治的にも経済的にも損じゃないですかだから憲法9条です,すいませんアメリカにクレート憲法で海外に行けませんだけど自衛はね憲法の行政権の警察権としてできますからといって。 世界最強の自衛隊で、日本の経済力で、いらないイージス、アショアなんか買わないで、ばっちり日本のレッドを防衛すれば、ですね少なくとも日本に手を出したら、ただで済まない、買ったら来ないですから、今の国際社会で、僕はそれを主張して,してるんです、だからそ,それは憲法改正しないで政策を変えればですねできるんですよ。 あうん、まあ実際、最近ですと、韓国の消費者問題であったり、あとはまあ中国ね、ねやっぱりこうちょっと前ですけれども、うん、ありましたけれども、そういう中国、毎月侵犯されてるじゃないですか、うん、中国に。やっぱそういう面で、ちょっとよく知らない人は不安に見えてしまう部分もあるんですかね、やっぱり。だって日本の自衛隊で、日本列島が。 守っったたらららですすねちょっと怖くて手出ない試しに手出なない試ししにみんなやられますよ中国だって、韓国だって、日本海に沈められちゃいますよ。本当にすごいんですよ、日本の自衛隊は。それは憲法9条改正しなってできるんですよ。現にあるじゃないですか。で、政府が言ってる憲法9条改正は、自由にアメリカの二軍としてどこへでも行けるようにするだけの効果なんです。これやったらね、日本が守りが疲弊するじゃないですか。 穴悪じゃないですかだから僕は重武装論者なんですよ、うん、だからたまたま救助改悪反対って言って周り見たら共産党しかいなかったりするんですけど、うん、そういう同じ反対とでもその意味,意味が違う、ねうん、うんうん、乗った政府専用機をカメラで追うというのを民放のテレビ局で見た時に日本はアメリカべったりなんだなと感じました結局は日本としてはアメリカ頼みということなんですよね これはせ一度戦争に負けた日本が岸信介永久戦犯容疑者がアメリカの股をくぐって試合へのお,かげお,お金で政権を作って今日来てるじゃないですかでこれは東西冷戦というあの追い風があって日本の旧体制の岸さんって旧体制ですからねあの大東亜協験の下書きした人ですから官僚ナンバーワンですからねそういう人が戦後温存された以上ですね やっぱりアメリカの傀儡政権としてた。これをどこかで立たなきゃいけない。やろうとしてしま人の畑山ですけど、うん、これは今事実を客観的に見たらしょうがないんですよ。うん、いかにそこから縁を切るかですよね。うん、私もアメリカで留学したり、アメリカで働いて嫌というほど現実を見ました。長いともどうにもならないから、いつかなんとかできないかなと、本当にいつも考えてます。うん、やっぱり、自衛隊は強いんですね。ね。よかった。ね。 アメリカや中国という大国のポチではなく自分を持つまともな日本でいたいですね。ね。強い自衛隊のもとでアメリカのポチにならない。安心しました。憲法改正を言う人は相当に怪しいです。政権交代しましょうね。ね。